よろしくしまーす。うん、待ってます。こっちの方が普通に可愛いね。ねえ、あのね。でもあんま採用にもまだあんまりか、いや、めっちゃ来てますよ。月どれぐらいどうですか。来ます、90。マジですか。なんでやりたいと思うんだろうなと思って。やっぱクソ暑いし、冬寒いし。どうなりたいとかあるんですか。いつかこいつら顎で使ったろうって彼氏に求める。そう、ちょっとだんだんレジャーの皮がめぐれてきたぞ。なんか寂しくない。俺ら寂しい。帰るしかないよね。こんにちは。お、あの子やん。かわいいやつだ。はじめまして。ああ、よく見える。はじめまして。よろしくお願いします。お、待ってます。ちょっと階段的なのするんですか。いや、まあ、どういう意味ですよ。今日竹内美さんはそんな感じでしたけど、面白かったです。なんか、いやいや、雰囲気で全然ないかな。山根くんじゃない。え、僕ですか。昨日、はい、山根です。若いよ、30歳。若いよ、はい、声かけられますか。はい、かけられるでしょ、多分ね。ワンワン人気じゃん。まあ、メインはここですか。どんな感じですか。僕はあんまり見てないんじゃないですか。ずっと山根くんメインやったんですけど、はい、こっちの人気出ちゃって。バイクが多いよね。ここはね、もうみんな若い子ばっかりだけど、みんなその TikTok から来たとかじゃなくて、もともと違います。そうですね、TikTok から来たのは、もう今日とかだって。あの TikTok 見て、そうです。ああ、かわいいわ。ワンちゃん、ワンちゃん。動画の出始めから結構見とって、うん、それでたまたま会う機会があって、うん、で来たりですってことで。もともと塗装職人やったの。あ、そうですね、京都。ああ、でもそれ時代っすよね。本当に SNS で見て働きたいとか、まあそうだよね。全然知らんとこなんか、今求人雑誌なんかいいんでしょ。そうですね、見ないですね。インディードなんかかけても来ないでしょ、職人も。昔よく来たじゃないですか。いや、僕らでやり始めの時、結構来たんですよ。やっぱこうやって動画で雰囲気が分かってとか、誰がいてっていうのが分かる方がやっぱ来やすいですよね。で、その YouTube はやらないですか。長いのは。あ、YouTube はやってんすか。やろうかなと思ってるんですけど、はい、雰囲気はもっと情報量が増えるんですよ。うん、やっぱ TikTok ってどうしても短くないですか。あれ何分 ?2、3 分あれはもう1分からが収益対象なんですよ。あ、そういうことですか。1分1秒とかで切った方が、はい、まあ、短いですよね。その、はい、リアちゃんの感じもなんか明日は寝坊しないで頑張りまーすみたいな、俺そのイメージしかないから、なんかどんな感じの子って分かんないじゃないですか、こっちは。で YouTube 結構人が出るっていうか、いや、バレちゃうんで。そう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 、バレちゃうんで。いや、こっちは行きましょうか。慣れとるっすね、みんな。え、みんな慣れとるっすね。いやいや、みんな慣れとる。恥ずかしくて知らないですよ。全然そんな感じないですけどね。いやいや、慣れてるかもしれないですね。結構毎日じゃないですけど、結構回ってるんで。ですよね。ほら、カメラ向けたの慣れてる、慣れてる、みんな。めちゃくちゃ慣れてます。慣れてる。こっちの方がいい。こっちの方がいいっすね。これでも距離が近すぎる。リアちゃん、リアちゃん、彼氏ですか。ああ、動画でいいね、動画でいいね。で、あの、ここ隠してくださいとかあの、一回、どっちみち撮ったもの送るんで、はい、あの、ここ消してとか全然、全然いい。あ、全然そんなんいいっすよ。いや、一回見ますよ。ちょ、設定もあるじゃないですか。設定もあるじゃないですか、いろいろ。設定とかないんですよ。あ、ないですか。設定ない。あ、じゃあもう、別に、彼氏入れるとかも、公表しよう。あ、いないんだ。こんなイケメン4人も、俺も4人。この中でいいやつはいない。あるんだ。あ、でもちょっとあるんだ。なんかいいと思うんですか。なんか俺なりにちょっと気まずい話しました、もしかして。いやいや、わかんないっす。あ、この中では好きな人いないんだ。狙い下げですね。そもそもなんで塗装やろうと思ったんですか。女子、そのリアちゃん、リアちゃん、あ、ちょっとあそこ拾ってきたよね。社長で伸びんそうだね。社長多分酒、ガソリンがまだ入ってないもんね。ガソリン入っていいから。やばい。
バイバイ、お願いします。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 いや、社長のもともと知り合いかな。いや、なんか今後がそこら辺で拾ってきた。そう、この辺で拾ってきた。どこで拾った？俺も見つけてくるわ。どれが働いたんですか？まだ半年ぐらい。半年ちょっと。8ヶ月？半年ちょっと。こうやって見るのほんと普通に可愛いね。ねえ。お金もないね。普通に可愛い。初めての夏が。いや、見ないでなるでしょ、一応。帰りたいと思います。いや、遅刻しませんって帰ってくるんだ。いやいや、そんな全く遅刻しないです。でも、そう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 、きちっとしたものだよね。みんな、はい、そうやと思うんですけど、知らないやつだね、ほんとね、アホとアホしかないよね。あ、そうなんですよ。ってなんかそこが悪いっすね。あ、なんかそんな感じだよね、大会系だよね、さっきのノリは。でも、塗装と足はどっちが向いてる？僕は島が好きですね。あ、もう一回時やりたいなとかもあるんだ。なります。あ、そこで塗装って言うね。そういうのがちょっとアホや。すごいですね。二十歳でこんなにペラペラ喋れるのがすごい。そうそう、すごいすごい。だからこれみんな何が好きでもその店員とかに社長が優しい。そう、それは一番かもしれない。こういうのなかなかないじゃん。若い子って今本当どこもトレーニングとか。やっぱりやめていこう思うんですか。いや、会社してからだいぶやめてて。マジですか。すごいですね。社長の人柄なのか、リアちゃんがおるおかげなのか。リアちゃんだって最近っすもんね。だって社長でも社長はどういうとこがいいんですか。どういうところっすか。社長は何なの。何も言えます。何も言えます。確かにですね。あ、そう。何でも言えるし、何か言っても返してくれるし、気は楽ですよ。なんかその、なんかわけわかんないことが起こってくるとかないの？ちょっと理解できないみたいな。でもちゃんとその理解できるように説明してくれます。へえ、なんか開けてくれよ。まあ明日は多分給料これ全部カットだよ。これもうずっとリアちゃんが喋ってると思う。全然違うと思うけど。誰も喋ってない。アイコ吸ってもいいですか。どうぞ。あ、すみません、吸っていいですか。はい。ここだったここ。あ、多分。兄ちゃんおめ。あ、いいですか。これ。社長吸わないですか。はい、食べて。やめます。すみません。食べて。え、シールだけですか。その分ボーナス、ボーナス、ボーナスで還元しようか。シールだけですか。あ、いいな、この雰囲気いいな。なんかなかなか懐かしい感じ。でもその TikTok が成功した要因っていうのはどこにあるんですか。あ、ここ。あ、最初はここなんだ。トマは社長のこの、あ、リアちゃんじゃなくて、じゃなくて。あ、社長。でもあんまり採用にもまだあんまり変わっ、いや、めっちゃ来てますよ。あ、来てるし。昨日今日と2人面接してます。へえ。あ、でも入れれてないんですか。多分めっちゃハードル高いです。あ、マジですか。スーパー大手企業とか多分ハードル高いです。あ、マジっすか。めちゃめちゃ来ます、求人は。あ、入れようと思ったら全然入れれます。あ、でもとりあえず工業じゃなくて、はい、多分塗装屋って結構来た人入れるみたいな。ああ、そうっすよね。じゃないっすね、絶対入れないっす。そこ聞きたい、そこ聞きたい。月どれぐらいいるんすか。え、本当にどれぐらいやろ。10は来ます、求人。マジっすか。また喋ってもない段階なんですけど、最初のこうメッセージの送ってき方とかでもう判断してます。ああ、なるほど。基本的には社長はもう全部準備はないと思うんですか。あ、いないです。あ、もう社長が全部対応します。自分は一応うちの奥さんとかが全員関係やってくれてるんですけど、はい、基本的には全部僕ですね。求人はどこに来るんですか。コメント欄から来るのか。求人はホームページからの、うん、ああ、それ全部チェックしますか。ホームページから来ると、ホームページから問い合わせがありましたよね。問い合わせやと思うじゃないですか、はい、求人みたいな。はあ、めっちゃイライラしますね。何ですか、何でもいいことじゃないですか。カスみたいな。なんで塗装屋やろうってなったんですか。
で、それで大阪に来て、はい、ちょうどフライソビー、まあ、まだ1億とか、もう本当に多分同じぐらいの僕に、観光で、そうじゃなかったフライソビーに来て、はいはい、で、もうずっと昔から、まあ、大阪から、ちょっと我慢しますわ、まあ、勇気系をずっと、あ、仕事はもともとやりたかったんですか。で今回僕は、そもそも珍しいって、珍しいっすよね。なんかペンキ屋ってなんか今若い子ってあんまり、これ僕のイメージですけど、なりたがらない、汚いし、なんでやりたいと思うんだろうなと思って。クソ暑いし、冬寒いし、男と一緒になっても汗くせえしみたいな、だからそういうイメージないですか。あ、ないですか。へえー、現場仕事だったら別に何でもよかったんですか。いや、なんか親が現場仕事だったんですか。あ、親が元々そこで憧れてる、まあ、汗かいとる男の子嫌だとか思わないですか。あんま好きじゃない。いや、だからなんかそういうイメージがあるから、あんまりやりたがる子少ないんちゃうかなと思って。塗装と僕も値段下げ、入る前は社員たちあんま気にしない。で、実際やってみてどうなった。どうなんですか、楽しいですか。あ、楽しいですか。どうなりたいとかあるんですか。行ってきます。なんか今後、うん、そうだよね、私さしすんなみたいな。あ、いつかこいつら顎で使ったろうって。はい。そこまでいい値段でやれるんですか。そうです、正解。普段からこんな感じなんですか。そう、もっと、もっと、まだ、喧嘩にならない。喧嘩はしない。動画に出るのも全然苦じゃないですか。自分でもやっとんすか、なんか個人的に。あ、やってないんだ。インスタも。ライブやる詐欺はしてる。ライブやりますとか言ってやってる。めっちゃ叩かれないですね。1名は名古屋の。確かに、あ、可愛い絵叩くよね。そうだよね、確かに。自分で言うのどうかと思う。でも認めてない可愛い。怖くないよ。いや、なんかもっと言ってほしいみたいな。なんか自分で言ったら勇気なくすみたいな。ちょっとだんだんリアちゃんの皮がめぐれてきたんですけど、彼氏に求める、そう、こういう男がいいじゃん。リアが言ったことを全部聞いてくれ。あ、ジョーさん家でも、あ、ちょっと料理作って。これ大丈夫？多分逆にそれがいいみたいな来るかもしれない。もう全然そろそろお客さん。いや、ちゃんとね、ちょっと、いや、俺今まで、ね、それで喋るからすごいかっこいい。あ、どうぞ。気づかなかった。友達が言われて、友達に言ってないんだけど、よしよしよし、ちょっと熱くなって、めっちゃ熱くなって。あの、田村さんが言いたいことは言って、社長に、そうです。で、教えてもらうことは教えてもらって、で、僕もそれで理解して一個一個成長していくんだ。社長の方がいい人だよ。うち17年一緒なんだよ。こいつ今そんなに喋れないから。20歳だから、まあ失礼だけど、ちっちゃだから分からんなって。最近来るのままでもう分からんだと思ったんだけど、レベルが高いんだよ。いや、だって職人の世界って言い方悪いけどさ、まあ確実な人は俺ら、はい、その中で輝くやつらがおるわけで、もう輝くやつらがおるから座ってんだよね。僕は職人が一番かっこいいと思ってます。で、僕のまあ生活、性格上、なんかはめ込むの嫌やし、嘘はつけやんして、結構言い合うことあるんですけど、まあそれでも向こうが正しく終わるもんね。社長の方が経験してるからね。でもそれぶつけんとわからんからね。二十歳からこうやって思った。僕はこれ正解だと思ってるんですけど、僕は右だと思いますって言っても、社長は左行けって言っても、
何時代って言うんですか。ああ、そうそうそう、自分で言うわけだよね。で、1名で行ってみたらちょっと悪くて、あ、じゃあ左行こうってなったら、え、なんですか、バーンみたいな。そこでまあ納得できるっていう、なんかあれをちゃんと最初から置いてくれてると思うんで、こういうことかっていう、なんかその半分羨ましいよ。俺もそんなにないなーって言うよ。めっちゃ楽しみだわ。いや、いいっすね。めっちゃ面白い。改めて頑張りますね。行きましょうか、じゃあ女の子見せ行きましょうか。いや、ちょっと全然空いてないっすよ。リアちゃん、もう一軒行くの、まあ、もう一軒行くの、もう一軒行くんですか。いや、もう一軒はちょっときつい。ありがとうございます。まあ、リアちゃんに振られたからさ。振られちゃいましたね。ペイントワンさんさ、なんか TikTok で十何万人撮った。13万人ぐらいないね。ぐらいです。なんか寂しくない。俺ら帰るしかないよね。寂しくない。まあ、社長振られましたからね。振られた。しまし、これしまいいですか。これリアちゃんと後で手カメラ止めたら手繋げますか。繋げます。リアちゃんと手つなぎたい。せーの、また見てね。誰もやってくれるかい。また見てね。やってください。みんなでまた見てね。